皆様こんにちは。名寄駅に来ています。新名線を全線巡りました。これから普通列車で旭川へ戻ります。どうぞよろしくお願いいたします。16時29分発越智百景デクモ1両編成の普通列車が名寄駅を発車しました。宗谷本線を普通列車で巡るのは1月以来だと思いますね。いやー久しぶりに乗りました。エンジン音がほぼ一定なデクモ、それでも軽くとても力強く走っています。お、目の前には鉄道の砂利を運ぶ列車が止まっていますね。今待ち合わせの時間で1時間半ほどあったので名寄駅の周辺を散策してみましたら、美味しそうなお店が 2,3 軒ありましたので、今度はしっかり降りてそして食べてレポートしてみたいと思っています。この駅ができてから高校生の皆さんとても便利になったんではないですかね。通学の時間が本当に減ったと思います。冬の間、まあ本当ね、東風鈴駅から歩くのは大変だったと思いますよ。いやーすごい天気がいいですね。窓を開けたい気分なんですが、デクモは窓が開けられません。残念です。あ、上の方ちょっと開けられるんですが、あの風を浴びて風を感じながら車窓を楽しむというところまではいけないんですけどね。空調がしっかりしていますので、まあ良いとしましょうか。宗谷本線の名寄と旭川の間は最高時速120キロに設定されておりますので、乗り心地抜群です。レールの状態がとてもいいですね。揺れが少ないんですよ。士別駅を16時53分発車です。いや、ここの駅降りたことないんですよね。一度降りて散策してみたいですね。今調べましたら士別駅って駅そばがあるんですね。これは今の北海道では貴重かもしれませんね。しかも結構評判が良さそうなので、これは駅そば食べてみたいなと思っています。名寄と旭川の間はこの普通列車で行くと1時間24分。ちなみに特急列車ですと約60分1時間です。快速ですと1時間10分前後。のんびり旅にはちょうどいいですね。和寒駅を17時10分に発車しました。ここから塩刈峠に入ります。きつい勾配の難所と言われている塩刈峠。しかしデクモは楽々と越えていくと思います。塩刈峠に入りました。さすがのデクモも時々エンジン音がうなりますが、楽々と越えている印象があります。さすがですね。名寄駅から乗車して約1時間、塩刈峠の塩刈駅に到着です。今見えてます建物、塩刈フュッテの宿泊施設、一度泊まったことがあるんですが、いやーオーナーさんの温かいお料理、そして楽しい会話がすごく思い出されますね。もう一回泊まってみたいなと思っています。さあ、ここで旭川行きの普通列車と列車交換があります。1分だけ停車します。17時19分塩刈駅を発車です。ここから塩刈峠の下り坂に入り、いよいよ旭川駅に向けてラストスパートです。
名寄から乗車して約1時間24分、終着駅の旭川駅に到着しました。私、のろっこ号が旭川駅に帰ってくると思って、こちらの方にカメラを構えていたんですが、発見できませんでした。もしかして回送列車としてもう出発してしまっているんですかね。皆様、今日の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。